ドラフト会議で無念の使命漏れを味わった清原翔吾。その気になる進路について、翔吾は野球を辞めると思う、と明かしたのは慶応大野球部監督、堀井哲也だ。堀井が間近で見た清原翔吾のドラフト前後の様子、そして今後について、ノンフィクションライター、柳川雄二氏のインタビューに応じた、全3回の1回目、レア写真、まるで俳優母そっくり、な清原翔吾。 ドラフト会議から9日後、清原翔吾が活躍している様子、ナンバー撮影の清原翔吾の撮り下ろし写真ドラフト会議当日の様子まで一気に見る。正直、ドラフト指名は99%ないだろうと。運命のドラフト会議から9日、9日が経過した11月2日、慶応義塾大学、下田グラウンドには前夜から冷たい雨が降り続いていた。 翌週末に早稲田大学との競争戦を控える体育会野球部は、午前10時半から JFE 東日本とのオープン戦が予定されていた。しかし、プレイボールの時間になってもダイヤモンドはシートで覆われたままだった。雨が小降りとなった11時になってようやくシートが外され、ベンチ外の選手たちが一斉にグラウンド整備を開始する。4年生にとって、 この日はホームグラウンドで行う最後の練習試合になる。節目となる試合の中止だけは回避したい。そんな塾生たちの意気込みが迅速な整備にも現れていた。試合は1時間半遅れて正午にスタートした。10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議において、西武や巨人などで活躍した清原和弘を父に持つ清原正吾の名は、支配下では呼ばれず、 続けて行われた育成ドラフトでも呼ばれなかった。正直、指名漏れは覚悟していました。99%指名は、ないだろう、と、だって、調査書が届きませんでしたから。そう話したのは、境内監督の堀井哲也だ。JFE 東日本との試合後、筆者の独占インタビューに応じたのである。届かなかった調査書、今明かす、後悔。 NPB の12球団は、指名の可能性がある選手に対し、ドラフト前に調査書を送り、身体測定の数値や体の状態、怪我の起用歴などを記入してもらい、入団の意思を伺う。一方、順位によっては指名を拒否する、順位縛りがある選手などは、その意向も記して変装する。正午に対して、調査書が一通も届かなかったというのは、 指名を考えている球団がゼロだったということに等しい。堀井が続ける、たとえ育成契約でもプロに行くのか、何度も話し合ってきましたが、本人の覚悟が私も最後までわからなかった。本来、育成でも契約する意思があるかどうかは調査書に記載するものです。しかし、届かなかったものですから、正午の意思を球団に伝えることもできなかった。 私に対して電話で2球団ほど問い合わせ的なものを